駅北側の安全側線は複線化を見据えたものである。田尾寺駅は兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目にある神戸電鉄三田線の駅。駅番号はキロバイト23、標高201メートル、島式一面2線のホームを持つ京城駅、岡城駅から続いてきた複線は駅の北側で終わる。したがって三田方面に向かう一部列車は、 対向列車と交換を行う。ホーム油校長は4両だが、ホーム延長用のスペースが確保されている。ホームには待合室がある。沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、TEB カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。 そのため駅員巡回駅となっている。なお以前は改札外に校内売店があった。またその跡地にはタルトケーキの店ができたが、それも閉店している。神戸電鉄の各車両の方向幕にはタオジの表示が入っているが、現在のところあたり駅を始発、終着とする列車は設定されていない。2019年の1日の乗車人員は約3055人。 東口駅前一帯は住宅地。所在地は神戸市だが西宮市との市境も近くそちらの住民も多数利用する。ABCDEFGHIJKLMNO 兵庫の鉄道全域私鉄公営鉄道神戸新聞総合出版センター2012年12月10日173ページ ISBN 9長7843億4300万6745元の摂津国有馬群中村田尾寺村有野村田尾寺、2019年度移動等を円滑化取り組み報告書神戸電鉄2021年4月21日閲覧神戸市統計書よりありがとうございます